はい、ダイです。買ってしまいました。まあこれだけ見ても何もわからないと思うんですけども、よいしょ、これですね、ダンパーというものです。まあファミコンとかメガドライブとかレトロゲームやるためのっていうよりもゲームのデータを吸い出す機械ですね。普通にファミコンやりたいだけだったら、まあ、任天堂スイッチとか、でもできると思うんですけど、実際のソフトとか使って PC に取り込んでみたいので、ちょっとやってみようと思います。エミュレーターとかね、それの使用をして、エミュレーターの機能を使って、いろんな遊びができるかなと思って買ってみました。よくね、ソフトとか、違法にダウンロードとか、あると思うんですけど、自分で吸い出して使う分には何ら問題はありませんので、ベースダンパーっていうやつで、これがメガドライブで、これがそれにさせるスーパーファミコン用のアダプターですね。でもう一つ、もちろんファミコンの専用のアダプターも買っています。でこれを PC につなげることで USB の方からつなげれるようになってるんですけども、つなげることで取り込みができるっていうことです。で実際にちょっといろいろやってみましょう。で今回ソフトカッターも買ったんですけど、まあ硬いな、よいしょ、まあ中古ソフト、まあ新品はなかなかね、レアなんで手に入らないですけど、とりあえずなんか記憶にあるやつで、ゲゲゲの鬼太郎、なんでこれ買ったかっていうと、中野涼介くんっていう人が、まあ当時遊んでいただろうっていうので、ちょっと面白かったんでこれにしました。はい、実際にプレイもしたことあります。はい、でもう一つが、ちょっと名前が初めて聞いたソフトだったんですけど、魔性っていうゲームですね。まあ裏見た限りはアクションっぽいんで、まあちょっとこれも入れれるか、ソフトによってはなんか対応されてなくて入らない場合もあるらしいんですけど、それでも一度試してみようかと思います。ただソフトがね高いんですよ。いろいろ調べたんですけど、いろいろ高騰理由もが上がってくるんですけど、どうも数年海外のファンの人が旅行に来た時に結構買っていってしまって、っていうかまあ別に悪いことじゃないんですけど、国内のソフトの絶対数が減ってきて、どうもソフト自体が少しずつ値が上がっているっていうのと、まあ、レトロゲームブームっていうのもあって、今むちゃくちゃ上がってるんですよね。多分ねこういう北のソフトとか、まあ5年10年前とかだったら50円とか100円とかで売ってたと思うんですけど、今ねこれで何分だったかな、これで580円ですね。でいろいろ知ってるソフトを買ってみようかなと思ったんですけど、高いんですよ。だいたい800円以上で、ま、ちょっと人気のゲームとかレアなやつとかはもう何千円とかしてくるので、あとスーパーファミコンのソフトも一つ買いました。
まあ、ここになんかシール貼ってくれてますけど、マウスがないと遊べませんってなってますけど、まあ、PC の方だったら普通の PC のマウスで使えるとは思うんで、ちょっと試しに変わったやつを入れてます。これは全く見たことないやつです。知らないです。はい、じゃあちょっと取り込めるか、まずいろいろやってみたいと思います。はい、じゃあダンパーを入れていきます。ここがそのダンパーとかアダプターのサイトですね。ちなみに今回買ったのはこれか、メトロベースダンパー V3.1 と、これだ、この FC プラグインアダプターと、SFC プラグインアダプターってやつになります。ファミコンだけやりたいんだでしたら、どれだっけ、これか、 FC ダンパー V3 っていうやつ、だいたい8000円ぐらいですね。まあ、あといろいろできるこのマルチダンパーってあるんですけど、これが今結構売り切れてるので、まあ、ただ今あったやつしかできないんだかな。いろいろやりたい場合はベースダンプがいいようです。で、ダウンロードページに行って、各のクライアントダウンロードをします。ブックされちゃった。まあ、保存で。ファイルを回答しましょう。はい、ファイルを回答すると、なんか出てきましたね。これでうるせえ、終わされたら終わりですけど。ちょっと開いてみます。はいですね。それぞれの、機器のアイコンが出てきています。まあ、一旦ダンプ方にちょっと USB で繋いでみます。ダンプのロムとかいろいろ出てきてますけど。で、今回はファミコンのやつをちょっとまず試したいので、あれ、これどっちが、どっちか。アダプターを挿して、ファミコンのカセットを挿します。今ファミコンを挿した状態になります。で、2方をクリックするとこれかな、今どのファミコンが刺さっているのかは出る、まあ、何かっていうのは出ないですけども、32KB、これ 32KB か、すげえな、 32KB のソフトでした。で、ダンプをクリックすると、この NES この形式で保存されるので、日本名でもいいのかな、ゲゲゲの鬼太郎、妖怪大魔教、
ていうソフトにそれで保存します。早っ。まあ一瞬ですよね。これでファイルが出来上がりました。よいしょ。これですね。NES っていうのが出来上がるので、これで読み取りは完了です。じゃあ次、エミュレーターの方なんですけども、まあ、いくつか候補があって、一旦は、もう、開発は終了してますけども、まあまあ良さそうなやつで、なんかブロックされるな。なんでだ。何かが働いてる。これも転換して、はい。なんて読むんだろう。英語はあんまり得意んじゃないので、ですけども。まあソフトがあるんで、開きます。まあもともと日本語のソフトで使えるんで、そうですね。ちょっと画面小さいんで。設定で、画面サイズを4倍しましょうか。はい。これで、ファイルを、ファイルを開くで、ダウンロードしたところ、ダウンロードじゃないわ。取り込みしたところを開きます。動かない。動かない。ダメ？ダメなのかな？日本語じゃダメなのかな？読んでる気がするんだ。対応しない。ちょっと違うやつを。なんかやり方も違ってる。レトロテースナンバーを一回外さないとダメなのかな。外してやってみます。開く。ゲゲのピタロウ。ダメだ。じゃあもう一つのソフトやってみましょう。よいしょ。そして、インフォをすると、これも全部で 64KB かな？できます。で、ダンプをして、今度英語でやってみましょう。保存。これで保存されました。で、マショーを開いてみます。ダメだ。なんでだ。いろいろ試した結果、原因がわかりました。USB を抜き差しして、うまくいったんで、一つずつ試していったら、まあ、ある機器が原因とわかったので、その機器を抜いた状態で、ダンパーを動かすとうまくいきました。
今回の原因の一つは、まあ、音声の、PC の、音量を変えるやつ、手元で変えれるやつがあるんですけど、それを使ったら、なんか、うまくいかなかったので。原因は、その機器なんですけど、なんでそうなったかはわかりません。一応、この、ダンパーのサイトにも書き込んで、こんなことありましたよっていうのは書き込んでます。じゃあ、一回やってみましょう。今もダンパーが刺さってる状態なので、インフォを押すと、前回は何も表示されてなかったんですけど、ちゃんと情報があるので、ゲゲの鬼太郎の情報が入ってくる。このままダンプを押して、前に失敗したやつですね。このまま上書きをします。そうすると、データを取っていってくれるので、全然画面が違いますね。これで、吸い出し完了となります。実際にゲームを移動してみましょう。はい、あれなんだ、なんかエラー出たぞ。昨日うまくいったの。ラーク。日本語がダメなのかな。アルファベットです。ゲゲゲの鬼太郎って名前に変えて、行かない。なんで？昨日なんでうまくいったの？インフォを、ゲゲの鬼太郎出てる、ダンプ、で、アルファベットだって書いた、何やんのかな？まあ、保存。保存しました。ゲーム。エミュレーターで、開く。うまくいった。なんだよ。読み取りがちょっと失敗したのかな。まあ、これで、バグ止まったんやけど。これって、あれやな、ランダムで、正解やったら、あ、そうそう、そのままいけて、アウト。確率2分の1。バグったよ。バグりましたよ。ダンプがうまくいっていないのでは？何だったっけ？ソフトリセット F2 か。あ、バグる。ここかな？あれ？ソフトリセット？毎回これやったら、ここのステージからもう終わりやな。
何回やっても一緒のような気がしますよ。下押しながら B とかで降りれる。下を降りてくる謎の車返しもう一回やり直しかな、うん、なんでこうなるんだろう。おもろどんな、これさきっとな、なんていうの、容量が少ないやんか、うん、なんか前期とか後期とかで言うと多分前期こういう感じせえへん、うん、ソフト、うん、ちょっと違うやつ吸い出してみたら、うん、いけますけどっていう感じ。ちょっと行く。まあ、普通にやったらこんな感じよ。結構むずいやろ。うん、もう、はぁはぁ一人や。これをな、せっかくのエミュレーターやからな、フレームを一つ上げると。めっちゃ言うだろ、あきまへんわ。何言ってますね。多分 1.5 倍ぐらい。倍かな？やってみましょうか。できる気がしないんですけど。はい、はい、はい。え、ちょっと待って、めっちゃ早い。めっちゃ早い、めっちゃ早い。そんな反射神経ないぞ。あっ、何もしない、何もしない、一発も当ててませんけど、やばいやばい、何の苦行やん、チート、クラッキング、不正アクセス、技術的制限手段の回避、不正な改造またはこれらを可能にするもの、ツールもしくはサービスに関するもの。エミュレーターや技術的制限手段を回避するプログラムなど、不正行為からゲームソフトやゲーム機を保護するために任天堂が導入したセキュリティを回避するソフトウェアや装置の使い方に関するもの。通常のゲームプレイでは利用できない映像や画像、音源等をデータマイニング等の方法によりゲームソフトから抽出して利用するもの。